10月3日第8回全日本ゲートボール選手権大会が浜松市の浜松球技場で盛大に行われました。全国47都道府県予選を勝ち抜いてきた144チームが一堂に会し、実力日本一のチームに与えられる文部大臣杯の獲得を目指し、スティックさばきを競い合いました。第8回全日本ゲートボール選手権大会の開会をここに宣言いたします。ゲートボールは健康的で、しかもお年寄りから子どもまで幅広い年齢層にわたって親しまれる障害スポーツとして、今日我が国はもとより諸外国にも普及いたしましたことは、誠に喜ばしい限りであります。これもひとえに全国の愛好者をはじめ、普及拡大に努めてこられた関係各位のご尽力の賜物であり、そのご苦労に対し最高の敬意と感謝の誠を捧げるものであります。前回優勝の日本海霞チームから笹川会長の手に優勝旗と文部大臣杯、そして新潟県より団体優勝杯が返還されました。日本海霞チームは選手権大会の中で史上初の2連覇を達成。今大会で V3 なるかが見どころの一つとなっています。先生、私たち選手一同は本大会の趣旨を対しスポーツマン精神にのっとり、互いの友情を深め真摯なる態度で正々堂々競技することを誓います。春季の全国選抜大会、夏季の全日本世代交流大会、秋季の全日本選手権大会の3つの全国大会が毎年開催され、その中の一つである今大会は全国からえりすぐりの強豪が激突。高度な技術と作戦を駆使した真剣勝負が繰り広げられました。今では600万人以上に上るゲートボールファン、年代男女を問わず誰もが気軽に参加できることから、そのファン層も厚く、余暇利用と健康増進、親睦のスポーツとしてゲートボール熱は衰えることなくますます高まりを見せています。